エビファ、はい、来ましたー。すごい素晴らしい夜だったね。笑いしか出ないわ。素晴らしかったです。この経験を胸に秘めて、はい、とりあえず畑に誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。バチうまー。梅あー幸せや、うん、いいっすね。もう今日はみんなでこれからイビザの、まあ、イビザもスペインの島なんだけど、うん、そっからフォルメンテラーみたいな、フォルメンテラーですね。あ、そう、フォルメンテラーみたいな超綺麗な島があるんで、それにこれから行くんだよね。そうね、はい。今日は元気じゃん。前回のプーケットさ、いや今日は元気だよ。確かにすごい元気にしてるもん顔が。やっぱこのメンバーで集まれてね。マジ大事だよ。前回顔すぎる。ゲストがいるから。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかうちらといることを知られたくないんだって。いやすごいな。いいね、大休暇ということで、うん、楽しんでいきましょう。よろしくお願いします、はい、お願いします。パエリア来ましたね、うん、スペインといえばパエリアなんで。うまそう。食べてみて。いただきます。このまま食べていい？うん。スペインだもんな。そうだよ。どうすか。うまい。おお。うまいわ。うまそう。ロケーションがいいですねこれ。マジで。ものすごいよ。天気。うん。いただきます。おいしい。おいしい。いやうまそう。うん、え、美味しいよねこれ。すっごいいい表情してる。美味しい。表情がいいっすわ、うん、うわ、うまっ。めちゃくちゃうまいわ。いいっすね。生き返る、人間な感じ。水上さんどうっすか。いや、マジめちゃくちゃうまい。これこの間食べたパエリアで全然うまい。うん、普通にうまい。水上さんの映像でのなかなか珍しいっすね。うまっ。ブレイキングダウンのボスです。ブレイキングダウン入れます。すごいこれ、美味しそう。チキン、あー、あ、フェア。いや、やばいな。すげー、車船に乗せてる。すごいね、うん、このままに乗るんでしょう。そうだよ。これで、何島でしたっけ。フォルメンテーラ。フォルメンテーラ。フォルメンテラに行くと。そう、30分、うん、すごいよね。30分で着くんだよ、めっちゃ綺麗なところ。すごいな、楽しみだな。なんかみんなで行くっていいね。え、なんかさ、一人でさ行く旅もさ、まあそれなりにさ楽しいけど、やっぱみんなといるとさいいね。確かに楽しい。チケット代。あ、すみません、チケット代。今日の選手です。こんな感じに。ニットの水着はナイトマートで買いました。今日も青汁で。ユニクロです。ユニクロです。ユニクロです。今日の水口さんです。チェックイン。ユニクロです。チェックイン。畑です。チェックイン。え、畑に一人で行けんのこれ。みんな行ってた方がいい。オッケー。今日の沢田。こんにちは。今日鼻くそ出てない？出てない。あの鼻毛があったかったんだ。沢田東京行くと大体沢田が鼻くそ出してるの。やめろやめろ、言うな。稲まで言うな。よし、今詰め終わりました。車をすごくない？すごいよ、こんなところからさ、うん、車詰めてなかなかないですよね。しまい、すげえ。かわいい。旅行行くとさ、島行ってるよね。確かに。ちなみに来月うちらまた旅行行くから。マジっすか。行くじゃん、畑も。そうだ、石垣か。そうだ、どこ今。石垣だよ。あ、そうだ、そう。うちらあの毎月旅行行ってるから。家族みたいなもんすね。旦那は。あ、旦那も連れてかないと。旦那も来る。お母さん強い。どこでも良さそう。指定席じゃなかったっすね。指定席。
席がない。すごい。そこ詰めてもらえばいいんだよ。詰めてもらおうか。捨てた？いや、今凹ましたよ。凹ました。ここ詰めればよ。Please sit here. Gracias.30分で着くらしいよ。何があるんですかね。とりあえず海がめっちゃ綺麗だから今さ、前回と違ってさ、みんな疲れてないじゃん。確かに、確かに。ちゃんと睡眠とってたから。確かに、確かに。前回確かに美咲さんもっとすごい顔してましたもん。喋れてなかったもんだって。ユシル撮っていたら思えなかった。でもなんか評価良かったよ。青汁さんの素が見れました。ポルメンテンラです。綺麗でしょ。綺麗。やっぱイビザと言ったらビーチなんで。楽しみ。夜はクラブ行くよ。いや間違いないですね。イビザ超いいとこだ。マジでいい。天国だな。天国。いやタイ更新しましたね。更新するでしょ。とりあえず楽しみですね。楽しみ。寝てるよ。疲れちゃったんだね。可愛いとこあるよね。これが王子です。可愛い。いやー到着しました。イエーイ。すごいですね。うん、これで。すごいって言うけどさ、まだ分かんなかった。違うって。まだ何も見てないじゃん、うちら。今からやっと車出るところなのに。感覚ですよ、感覚は。感覚で。はい、でも海めっちゃ綺麗らしくて。サバナに送ったよね、海の地図。うん、すごい。あ、送ってくれた。うん。あ、サバナに送ったっていうか、グルチョに送った。そこに今から向かうってことですね。そう。あ、送ってなかった。それで、ありがとうございます。任せろ。畑でさ、こういうさ、カメラ回ってる時だけなんかいい人アピールする。ああ、そうひどいでしょ。ひどいでしょ。待って。いや、来ました。来ましたね。来ましたね。どこに来たんだ、これ。なんかビーチらしい。ここじゃあここがもう一番綺麗なビーチになって。ネット、あ違う、ネットもネットなんだけど、現地の人の口コミ聞いたの、ここ絶対行った方がいいよって。マジっすか。あ、え、おー、でも綺麗だわ。どう、すごい、めっちゃ綺麗らしい。おー、すげえ。じゃあね、まだこれ透明だから分かんないんだけど、口コミ行ったらマジ綺麗らしい。売店ないよね。へぇ、何売店とか。ここはプライベートビーチなんだ、やっぱ。これすごい。あれないよ、あれ。あの、なんすか。タオルね。タオル。確かにタオルどうする。あ、持参してるわ。これタオルやばいっすね。忘れた、完全に。忘れた。あ、本当だ。動いてる。もしかしてここもさ、トップレスビーチなんじゃない。あー、これになってオッケーなんだ。これはないでしょ。ほんと、青汁ヒルズと変わらない。いいのかな。何がトップレス、あんなことしていいの。いいんじゃね。あ、でも普通ですね。でも普通すごいね。向こう行ってみよう。行ってみよう。すごい。あ、でもすごいですね。あそこの方もとかも全然、どこみんな裸じゃないですか。本当だ、裸だ。裸だわ、すごいわ。マジ、いや、思いました。おはようございます。おはようございます。アウジルとイビザナ、はい、カワダもいるよ。そう、なんか今イビザのなんか島さ出たんだけど、このビーチがバリバリヤバくて、なんかどこまで動画を映していいか分かんないんだよね。だってもう裸じゃ、そうなの。何もなくてガチで、あのトップレスビーチみたいな感じなんだけど、トップレスっていうか全裸だよね。うん、
すごいですね。服着てるのが違和感する。そう。いいんだねこれ。え、服着てるのマジでさ、俺らしかいない。いないよ。やばいやばい。え、もう本当にもう若い女性の人とかもう胸コロンって出してる。うん。すごくない？テンション高すぎ。いやない。え？おっと。旦那の前で。マジ一完全モザイクだと思うけど、うん、やばいよね。そうですね。すごいですね。ね、佐田健ちょっと最近一周してみてよ。一周いいですかじゃあ。YouTube で映せなくない？これはおもろすぎるっていう感じで、マジでみんな裸だわ。なんかでもあれだね、なんかエロい雰囲気じゃない、ないね、なんかリラックスって感じ、文化が全然違うなと思った、うん、確かに。え、あじゃあここ海パチ綺麗なんで入りたくない？すごい、行きますか。ちょっと行こう、日焼け止めで。ここ、ここは沢田する CD、 いいですか、うん、いいね、結構いいやつだねこれ。いいよ、ちょっとしょ、なんか寝ますかじゃあね、みんなで、うん、みんなで全裸になってみます一回。私はいいや、みんな全裸になれよ。裸になれる。本当入るの？入るよ。水着持ってきたの？え、水着持ってきたの？持ってきてないです。これで入ろうかなと思って。え、パンツになるぐらいだったら裸になれば。確かに。パンツ水着っぽいいな。え、じゃパンツになるんだったら裸になれる。裸がいいよ。マジでなんか超ポップです。裸だね、マジで。パンチだったらいいけど。はい、めっちゃ白いっすよ。え？待って。違う。ハットがいい。はい。うお。前もなんか家族みたいっすね。すごいなこれ。やばいわ。確かに。結婚してもこういうメンツで旅行行こうね。行きたいっすね。うん。確かにね、パンツ。パンツ。俺もパンツ。パンツになると裸になればって感じだね。じゃあまずお手本見せてほしいね。やってほしい。お手本じゃない。根がお手本。確かに見せてほしい。使えないね。使えないね。わあ、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。うわ、いいわ。すげえ透明ない。ね、やばくない？すっごい透明。超綺麗。あー綺麗。冷た。いいわ。え、バリ綺麗なんだけど。めっちゃいい。確かに綺麗だ。え、超綺麗。やば。わあ。どう。冷たい。え、どうしたこれ？水で。どうだよ。冷たい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 。うわー。どう？あー、冷たい。待って。来たよ。はあ、温泉。いや、綺麗ですね。温泉。え、こんな透明度あるの初めてかも。温泉。え、めっちゃ綺麗でしょ。おー、いいね、これ。え、あ、スピーター？向こう。あ、スマホの方着いた。すげえ、見て畑、ほら。あ、すごい、畑見た。すげえ。すごい。ここが限界だ。あ、それかかっこいい。ここでギリ、先っぽで立ってる。なんかいいっすね、絵が。いい。あほせるちょっと泳げたじゃん。あほせるが泳げてる。いいね。でも海の中だったらなんか全然だと分かんない。あ、いいっすね。でもあ、死んだ。いや。あほせる。いや。え、どうですか。分かんないね。やば。本当の本当のすげえ魚いる。え、じゃあ触れば振り切れます。じゃあモザイクかけるからすっごい。お願いします。こういう風に分からないビーチってことを分からない。これさ、マジさ、鮮明すぎた。触れば見える見える。
いや。いいよ。開放的っすね。サーバーパンツ持ってんのマジ嫌だね。いいよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。こっち、こっち、こっち。返すよ。返すよ。見て、見て。返すよ。返すよ。返すよ。パンツ返して。なんでパンツ返せよな。すごい見てよ、青汁の反応。キツネがいる。温度差。かわいい。本当だ。え、すごい。かわいい。かわいいね。無理だ。無理だろ。無理なことなんで何一つないんだ。あ、青汁いけるわ。いやでも戻ってこれだけやりそう。すげえ。え、足つく？足つかない。よくそんなところでいけるね。すごくね。青汁も来る。いや、いけない、無理だわ。いける、いける。溺れる。いや、無理だろ。え、足どうしてる？え、足で、あの、ね、体が向こうに寄ってる、あれだよ、風景の上みたいな感じ。もう、これ、耳つながったから。最高。最高です。最高最高です。バタ足してればいいと思う。うん、バタ足してればいい。疲れない？疲れるよ。サマダの肩をこうやって持って。ああ、すごい魚下いるわ、めっちゃ。はい、青汁も。いや、下には。片足してればいい。うん、だから背中の方がなんか、水口さんにマジ教えられたから、多分ね。水泳の先生ですから。水泳の先生だから。どこ行った？あ、旦那行った。あっち、一人で、かぶれてる。あ、そうそう、青汁いい、青汁いい。入れた、入れた。それをずっと続けるの。え、疲れたらビート板があるから。また足の方がよくない？足の方が疲れる。あ、あ、でもいいいいいい。どうやって手が広げて足が。これでも腕疲れないでしょ。疲れる。じゃあどうすんの？なんか開いて、こう回す回す回す、この水をさ回す。それじゃあ天井さん上脱いでます。上上ね。そうです。え、マジっす、マジっす。言葉がない。眩しいっすか？言葉がない。はい、ということで、とりあえず。なんか、ここ一応トップレスビーチだから、はい、なんかゼロもトップレスになってみたんだけど。すごいですね、今。え、結構いいよ。なんか開放感溢れてる。なんか恥じらいとか正直どうでもいいっていうか、このメンバーにあげて。まあまあ確かにね。すぐ見られたところでだわ。確かに確かに。いい、気持ちいい。後ろの、すごいな、見方が後ろのさ。私の水着さ、どこにあると思う？クソ最低だよ。それ水着取られたみたいです。これサムネよ。え、確かに確かに。サムネじゃない。サムネこれサムネだわ。ちょ、やばいやばい。これ私がつけてたネタです。ね、ダンスのオブツみたいな扱いすんの。もうつけたくないんだけど、そんなに言ってるやつ。何これ、すごいでしょ。でも片方。え、ちょっとその状態でサムネだけもらっていいですか？ああ。美咲さん、ちょっと。どうやってサムネ二人で。おかしくない？おかしくないこれ。やばいよ。絶対クリックするやん、こんな。おかしい。あとさ、グラビア誌です。やばいよ。はあ、気持ちいいわ。マジ、もう手外せるもんね。今なら手外せるわ。すごいっすね。あ、本当に外してるわ。田中いけ。行くしかない。田中君。田中君。それ行くしかないよ。行くしかない。確かに。パンツ脱いで行こう。ねえ、サマダのチンコに入ってた水着マジつきたくないんだけど。
可愛いっすね。ふう、すっきり。いや、すっきりしたね、よかった。お疲れ様です。とりあえず今中華料理屋さんに来て、もうちょっと休憩しようかなっていうことでね、うん、休憩に来ました。すごいっすね、ここもロケーションが。なんかどこ行っても海だね、うん、最高だね、うん、最高だね。これはやばい。どうです、あー気持ちいい。あそことか超いいじゃん、クッションが。本当はチル、チルいっすね。すごいガバジュースを見て、うん、あ、いいっすね。でも楽しそうだし、あの家族めっちゃいいな。いいね。あ、メニューかと思ったわ。じゃメニュー見てこいってことじゃないですか。そう。はい、ガイズ。はい。Where are you from? Japan. Japan? Yeah.Thank you. Thank you. 畑山さ、青汁が撮った写真見たことある？見ました、さっき。あ、でも普通なんですか？そう、あ、見たことあります、見たことあります。どう？え、普通うまいっすよ、見たことある。でも青汁うまいよ、ね、めっちゃうまいっす、めっちゃうまいっす。勉強したから俺、あれじゃないね、日本で展示会じゃないですか。写真の個展とか行けそうだよね。やる、まあ、日本全国行ったらやるんですよね。シーフードがいいよ。シーフードパリティが見たら見てた。いいよ。 This farms。あの、We have a packet with mixed food. Okay, あ、yes, yes. そうだ。リコメント。What do you recommend? Packet is seafood. Packet is seafood, yeah. It's a mussels and clams, calamari. それ頼もう。So we can have this. Yeah. How many? Five? Three. Three shares. うん、シェア。For everyone, yeah? Yeah, three. Ah, three.3パックで食べてみてください。パスタも食べてみて。パスタとかピザとか、なんかパスタとかピザ、ピザ。一回見たい。シメのスパゲティ。スパゲティ、スパゲティ。ないらしいっす。ないの？変で微妙じゃない？まずい。まずいかない。一応1ペンで言っとく。いいよ。1、あ、1。あ、でもスパゲティ、ボロネーゼってあるよ。あ、ナポロネーゼ。あ、ノー？オッケー。バカ。オッケー、アンダー。Can I have fish? Fish, yeah. Ah, fish. Two fishing. Two fish. Which? Yeah. Which fish? Sea bass. Ah, sea bass. Yes, sea bass. But we need to cook in the oven. Ah, yes. Yes, yeah? Oven. ました。Yay! ね、めっちゃうまそう。うまい。これ。うまい。これはめっちゃうまそうですね。パスタ。パスタ。うめえ。魚も来そうっすよね、これ。うん、来そう。あと何なんだろうね、え、そんな頼むの？魚も来る。ちょっとフェリーの時間がね、迫ってるんで。やばいよ、うちらまったりしすぎたんで。時間経つの早くない？早いっすね、なんか。太陽がないからさ、太陽はね、沈まないから。行かんでしょ。ちょっとバチバチ食べていきますか。食べよう。うん。すげえ、まるまるやね。シーバス。まるまる1個取ると。あー。そっか、そっか。うん、2フィッシュ頼まなかったでしたっけ、大丈夫か、2フィッシュ頼まなかったっけ、やばいよね、うまこんなちゃんとしてると思ったよ、確かに、わかるわかる、日本の常識とは違うね、すごい、うまそう、今回コンディション良かったよね、良かった、確かにアクティビティなかったですからね、穏やかだもんね、体力そんな温存してるんじゃないか、そうか、これから夜もありますから、ね、一眠りしたいけどね、そうね、一回休憩して長いっすか、うん、朝までパーティーの、よし、じゃあお疲れ様です、おはようございます、めっちゃ良かった、いい思い出すっごいな、闇は甘辛そうだね、少年だわ、デプルメン、いやめっちゃ若いっすよね、マジで、すごい、めっちゃ美味しい、美味しい、今イビザで
一番有名な、一番有名って言っても過言ではない。だけどすごい有名。すごい有名な。なんて名前でしたっけ？ラパロマ。ラパロマ。レストランに来ました。住んでる人とかだから絶対知ってる。へー。すごいレストランに来ました。ワインがめっちゃ美味しいもんね。もうすでに。結構上の真ん中の中心部の方に行きましたよね。車どう？そうですね。小豆島の中心ぐらい。そうですよね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。いやーありがとうございます。いやーいいね。今日イベント最終日じゃない？振り返る。そうだよね。急遽最終日に。ね。ね。そう。うちらイベントで過ごすだけの予定だったんだけど。確かに。そう。そうね、またもう一カ国行ってきます。行こうかな。なるほど。仲良すぎじゃない？やばい。多いよね。旅に必要なのは仲間。仲間よ。仲間。深まるよね。旅すると。うん。深まる。間違いない。ごちそうさまでした。すいません。いつもありがとうございます。行きます。いや、イビザどうでしたか？え、超楽しい。最高だね。うん。全然住めそう。すごいっす。いいよね。うん。マジでやかった。え、でもいいって なんて言うんだろうな。何がいいっていうふうに説明すると難しいんだけど、なんか全部がいい。なんか遊べるし、自然もあるし、ちょうどいいよね、バランスが。確かに。あとビラ良かったよね。いや、ビラはよかった。やばい。あのビラやばかった。あそこやばい。やばいよね。みぞきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいところです。今日は楽しかった。よかった。本当によかったよ。マジでいいよね。まだ明日からでも終わってないから。あ、そうだね。まだ終わり。旅はまだこれからだから。旅はまだ続くってことで。なんかさ、前回のブーケってよりもさ、ゆくゆくとしてない。いや、それ間違いない。顔も優しいし。そうなの。なんか一緒に写真撮ってさ、写真見返したらさ、めっちゃ優しい顔してる。穏やかだし、めちゃくちゃいいっすよ、今。柔らかい。少年みたいな。たまに車の中でも祈ってます。まあ大事だよね。表情がいいっす、マジで。めっちゃいいっすね。え、なんかさ、旅行ってさ、マジでメンツ大事じゃない？いや、今回に関してまためっちゃ思いましたね。ね、今回、特段思いました、めっちゃ。エンジン組んでました、つい、心で。なんかさ、このメンツ良かったよね。変にさ、大人数とかさ、釣れなくて良かった。よかった、これ良かった。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、本当にありがとうございます。大丈夫です。本当に大丈夫です。お疲れ様です。すいません。かっこいいわ。次の目的地行きますか。行きましょう。はい、ということで、はい、イベント最終日来ました。来ました。クラブに来ましたよ。イエーイ。連れてきたよ。今だといえばクラブでしょ。美咲さん、確かにでもあんまりクラブのイメージないですね。あんまりクラブ好きじゃないんだよね。でもせっかくだからイベントのパーティーナイト味わってみたいんで、早速ね、うん、行きますか。もうイベントといえばクラブなんで、まあクラブの伝道師がいるんで、一人もう嫌がってる人いるから、もう青汁とかさ、溝口がさ、クラブいるってイメージ全くなくない？ないっすね。君パターンって言ってたよね。まあでもね、せっかくなんでイビザなんで。今日はね、イビザといえばクラブなんで。やった。はい、じゃあもう出発の時間やってきましたね。はい、もうこれでお別れです、皆さん。まあでもよかったね、これみんなに来れて、あの夕日を見れたことがすごい意味があるなと思って。そうだね、マジでよかったわ。すっごいよかったっすね。よかった、マジでよかった気がだったね。ありがとう。イビザさん、すごいのがさ、なんかもうさ、PCR とかどうでもいいけど、PCR 受けるところがないんですよ。ないんだよ。まあ日本ぐらいだよね、やっぱね、PCR 未だにやってるのは。マスク、人見てないもんね。マスクしてる人、マスクしてるのを探すのが難しいもん。まあという感じで、じゃあこれから我々イタリアに飛びますんで、はい、じゃあみんな、イビザ楽しんで。そうですね、ここからちょっと別々で楽しんで、寂しいね。じゃあ、ありがとうございました。行ってきます。ありがとう、みんなで来れてます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。溝口さんもありがとうございました。バイバイ。お疲れ様です。みさん、ありがとうございました。バイバイ。また、みさきさんもありがとうございます。バイバイ。